はいどうも、かりんです。本日年末12月31日何の日でしょうか。年末ジャンボの当選発表日です。10枚ねバラで買ってきたんですけれども、本日一緒に皆さんと一緒にね見ていきたいと思います。当選の抽選確認してないよっていう人は右上か左上かどっかにね当選番号の方貼っておきますんで、一緒に見ていけたらなと思います。私初めて年末ジャンボを買わせてもらったんですけれど、お届けしますね。じゃあ早速見ていきましょうか。さあ行きましょうか。1枚ずつここら辺にね、右上ら辺に当選番号を貼りたいと思いますんで、ちょっと左の方でやっていきます。はい、続いては1枚目、86組。じゃあ初めてなんでね、見方がどうも難しいんですよ。なるほどね。3等以下は各組共通やから組は関係ないんか。ほんで組1桁が9やから違うでしょ。10の時点で23は違う。194違うね。これゴミだね。はい、次141番、13247違うね。247違うわ。はい、次300円ぐらい。なんとなくな4等ぐらい当たる気がすんねん。4等ぐらいお、2等1桁9組18、あ違うわ。38違うね。組番号下3桁どういうこと。これは番号下1桁8番ってことは組も8番ってこと。そんな限定的なあれなんよく分からへんけどさ。で4等は3桁組しかないってこと。はい、次これね。161334違うね。1等かと思ったけど違うね。違うわ。あかんわ。はい、次42番、129675違うわ。違うな。なんじゃこれ。年末ジャンボってこんなかすりもせえへんもんなんか。はい、じゃあ次187組、926ないな。当たる気がせんな1749226 全く関係ないわ。はい、じゃあ次95番、267違うな。これバチッとあったらこれめっちゃ気持ちいいんやろな。2等とか3等でもな、番号全く一緒ってめっちゃ気持ちいいと思うわ。ただこれなしね。267なしね。はい、じゃあ次もうあと何枚よ。あとこれ含めて3枚よ。60組518。お、これ3等はどうなん ?3 等。俺これ何、下1桁が8番。8番やな、これ。うん。8番やけど、組番号下1桁。どういうことなんこれは。番号下1桁。8? で、これ組68じゃないから、違うんかな。どうなんやろどうなんやろ。518は違うもんね。僕分からへんわ。はい、次11859859859。俺1から4見る気なくしてもうてるな。あかん。145859も違うな。あかんわ。はい、じゃあラスト。はい13組110110番。110番なしでした。はい、当選結果の方終わりました。たった10名と少ないね。来年ももし動画が続いてたら100枚ぐらい買いたいもんですね。100枚やったらまあ楽しめるんじゃないでしょうか。この1個だけ下1桁8番があったんですけど、これは300円なんかな。300円当たったとしても交換しに行くかっていうのは微妙なところなんですけどね。皆さんは当たりましたか？奥当たったよって人がいたらね、ちょっと分けてほしいものですね違うか？違うな。はい、それでは年末の動画、今年の動画はこれで最後になります。それでは皆さん、良いお年をお迎えくださいませ。バイ。